はい、今日はラカンさんの方に来てます。ラカンさんは、岩国の方から、登る方が一般的なんでしょうけど、広島側廿日市から、ラカン温泉の方だったかな？の道の駅の方から、回っても上がれるルートがあります。で、今日は先人の日記の、行動日記の中からちょっと面白いルートを見つけたんで、そちらのルートで上がってみようと思います。お地蔵さんコース、お地蔵さんがなんかずっと置いてあるようなルートがあるみたいで、そちらで上がってみようと思います。で、今日は、なんちゃったっけ？ 12月の7日。それで、今日も、この辺りは、0度。それでですね、今日のために電熱グローブを、前回安価なものを使ってあまり効果がないなって思ったんですけど、一応0度になったらもう手がかじかんで痛いぐらいになるんですけど、その安価なグローブでもそれは免れる感じだったんで、案外電熱グローブもいいもんだと思って、今回バイクに特化した袖口がちょっと広くて、もう少しいいものに買い替えてみたんですけど、これは もう0度でも5度ぐらいからつけてたんですけど、もう暑くて今0度でもスイッチ切って走るぐらいすごくいいですね。じゃあ、今日は廿日市に10名山の続きですね。では行ってみましょう。とりあえず、駐車場は、3台か、4台か、ぐらい止めれそうな、スペースがあります。それで、先ほど止めた、とこから、すぐ目の前、このお地蔵さんの、横から、が登山口です。ここから上がってみましょう。48番、番号振ってありますね。そういえば、羅漢さんには88のお地蔵さんがあったらしく、そのお地蔵さんを、新婚さんのところに持っていくと、大昔長続きするっていう伝説があったらしく、それで今数が少なくなってるらしいですね。このコースでいくつお地蔵さんが見つけられるのかも楽しみですね。登山道ははっきりしてないですけども、一応歩きやすい感じで、県境をずっと上がっていくみたいですよ。早速47番、それから羅漢山へっていう標識もあるんで、あまり迷わずに上がっていけそうですね。登山道的にはこんな軽い、歩きにくくもない笹やぶをずっと歩いていく感じですかね。踏み跡はついてるんで、わかりにくくはないですね。あれ、す
すぐ抜けましたね。小さな骨道。ああ、これ分かりやすいし歩きやすいかもしれませんよ。テープはないんですけど、なんかまっすぐ尾根道が続いてるんで大丈夫でしょう。またお地蔵さん発見。これは46番。へえ、こんな感じで置いてあります。あ、すぐありましたね。結構短い間隔で置いてあるかもしれません。今度はちょっと写真で残しましょう。これは44かな。結構中くらいの岩がゴロゴロしてますね。うん、面白い。43番。ピンクリボンも今度ありますね。道っぽいルートはないんですけど、だいたい振り返るとこんな感じなんで、とりあえず上に向かって歩けば間違いないっていう感じですかね。うん、登ってる感があるんでルートは違うかもしれないですけど、迷った感じはないですね。振り返ったところ、木々の間から少し展望も遠くの山が見えるようになりました。今まで結構急登だったんですけど、今稜線に出たのかちょっとなだらかな感じになりました。それで向こうにピンクリボンが見えるので、あちらの方でしょうね。一応先人が通った奇跡をダウンロードしたんですが、それを確認するまでもなく歩けてますね。逆に下る方が難しいかもしれませんよ。登る方が上に登ればいいんで間違いないですね。フィールドメモには残しておいたんですけども、こちらの方がいい道から、分岐でつながってますね。違うルートで来れるところがあるのかな。別荘地があるんですけど、羅漢の里か、羅漢の里っていう別荘地があるんですけど、確かそっちからのルートがあるっぽいんですけど、よう見つけられなかったんですけど、あちらの方に別荘地の方に降りる、もしかしたらルートなのかもしれませんね。それか押し坂峠の方、坂押し峠どっちだったっけの方に向かうのかな。それで今30分ぐらい経ったところですかね。体も温まってきたんで上着を脱いだところ、こんな状態ですね。バックパックに上着を挟んだところです。それでは続き見ましょう。なかなか面白いルートですよ。道っていう感じじゃなくて、
どんな感じなんだろう。開けた感じなんで、ただ、上に向かって歩くだけですね。で、今、だいぶピンクリボンが出てきたので、まあ、安心はできますけどね。どういう風に歩いても、まっすぐ上に向いて上がれば、間違いない感じですね。では、続き行きましょう。こんな感じで、ちゃんと切って間引いてあるので、うっそうとした感じじゃなくて開けた感じ。山道を、うっそうとした暗い道を歩くのは不安だったり、なんとなく恐怖心もあったりしますけど、こんだけ間引いてあったら、なんかこう、すがすがしいっていうか、気持ちがいいですね。あ、そうそう、麓の方にはお地蔵さんが、短い間隔で発見できましたけど、あれからお地蔵さんは見逃してるのか、見なくなりましたね。また上に行くとあるのかな。登山開始から40分ぐらい。急にちゃんとした綺麗な道になりましたよ。ちゃんと整備されてる道。これは贅沢だわ。まあ少し歩いて戻ってるんですけど、先人の歩いたルートをダウンロードしとってよかったです。これはおそらく本当の林業の仕事のための道っぽいですね。巻き道で上がれるのかもしれないですけど、あのまま上に向かった方が早いかもしれません。はいはい。ここからさっきのこの開けた道じゃなくて、これをこのまま上がってみましょう。はいはい。さっきの整備された道はぐるりーっと回って、さっきのはそこぐらいですから、まあなだらかには上がれるかもしれないですけど、結構な遠回りですね。まあ、お仕事用に作られた道なんでしょうけど。でも、結構、まあ、ゆっくり上がれば大丈夫ですけど、急登が続きますね。はい。結構長い急登が続いて、一気に標高も上がってきたみたい。それから、今からは、笹やぶの中を、歩いていくみたいですね。背丈までほどはないですけど、そうですね。腰か胸ぐらいの高さでしょうか。はい。笹やぶを抜けました。踏み跡はついているので、迷うことはないですけど、深いところだと背丈ぐらいありましたね。まあ大体は胸ぐらいの高さぐらいですかね。これからは結構開けた感じにまたなります。ここは笹やぶを回避できそうですけど、先をルートを見ると多分笹のやぶこぎして上がるっぽいな。これを抜けたらおそらく坂を押し峠でしたけど、よくかもしれない。あれと多分合流するところになると思います。ここは背丈ぐらいありそうですね。よっしゃ。あ、やっぱりリボンがありました。やっぱりこの笹のやぶこぎが正解ですね。これはおもろい。
振り返ると木々の間から遠くの山が綺麗に見えるんで、ずっと後ろ向きに歩いてたら急に出てきてびっくりしましたね。これが何でしたっけ、降水レーダーでしたっけ。確か何年か前、全然登山に興味がない頃、興味半分でツーリングがてら上がった時には岩国の方から上がったんで、これを見てないんですよね。おお、結構間近で見ると迫力あって面白いな。羅漢山レーダー雨量観測所ですね。そう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 。でん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 。ティリーン。わお。つか、むちゃむちゃいい天気。この雨量観測所は、廿日市になるのかな。ちょうどこの木の標識ぐらいが県境なのかもしれない。で、生山峠って書いてあるところが、おそらく、何でしたっけ、 NTT かドコモかの無線のなんか基地でしたよね。あそこに降りるんじゃないかな。下山はこっちの方で降りてみましょう。今のお地蔵さんコースもどっちか言ったら生山峠に近い方ですよ。景観はこんな感じです。頂上はまだ向こうなんでしょうね。それから登ったところにお地蔵さんがありました。お地蔵さんコースも麓の方に何体かありましたけど、途中からはなくなりましたね。あの昔話のあれでお地蔵さんを持って帰ったという話があるんで、それなのかな。はい、展望台も見えてきました。だいたい1時間ぐらいですね。私みたいに途中で写真撮ったり動画撮ったり、しょっちゅう立ち止まってもそのぐらいですね。最短コースじゃないでしょうか。あっちの坂押し峠からだと結構なんとか道、かなり下の車道を、自然道かを歩くようになるんですけど、今日来たルートだと結構近い感じかも。そう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 、向こうの押し坂峠まで帰らなくていいですからね。あっちの、生山峠まで、NTT の、無線のとこからは近い感じです。何がかわからんで、ね、はい、到着しました。はい、山頂です。何年か前に初めて来た時は夏だったのかな、すっごい虫が多くて嫌になってすぐ帰りましたけどね。うわ、展望もすごいですよ。後から山を確認してみましょう。はい、羅漢山1109m 到着。羅漢山の磁石岩、ちょうど方位磁石を持ってるので試してみましょう。いいですか。これが北に合わせたとしましょう。近づくと、でしょ。ほら、あ、ほらほらほら、穴
んか触れますね。ちょっと面白い。もうちょっと大きく触れたら面白いのにな。あ、ここすごいすごい。ほらほら。わあ、すごいすごい。あ、すごいですよ。これは真反対向きました。現在、展望台のところに来てます。正面の真ん中に見えるのが、向こう側が、吉羽冠山。それから、それをなだらかに左に、弱地山。それから手前のこんもりした山が、前回の鬼ヶ城山。それで先ほどの、吉羽冠山の向こう側に薄く見えるのが、お空感が、お空感が見えてるみたいです。それからこの方向に大峰山が見えるとかって書いてあったけど、ちょっとどれか確認がわからないですね。まさかの南側には瀬戸内海が見えて、宮島が見えますよ。それから三倉岳とか京小屋山も見えてる。すごい。それとあの山の名前のアプリによると、遠くに石鎚山も見えるらしい。すげえ。ちょっと画面じゃかすれてますけど、肉眼では宮島ぐらい見えますよ。で、確かに遠くに四国の山が見えてる気もしますね。うん、あの高い山は宮島ではないでしょう。へー、すごいすごい。展望台を降りて正面が、岩国から上がってくるコースでしょうね。今日は天気が良かったからいいですね。先週この羅漢山に来る予定だったんですけど、曇りだったんで予定変更して正解です。気持ちがいい。では今から食事にしましょう。はい、今ジェットボイルでお湯沸き待ち中。今日はうどんとおにぎり、足らなかったらもう一つ、それとウォーターボトル、これはモンベルのウォーターボトルに、スノーピークの300の、これはチタンカップが超ジャストフィット、落ちない。これであと時間があって気が向けば、コーヒータイム。初めて来た時と全然印象が違うな。初めて来た時は何の予定もなく、ただバイクでフラッと、羅漢高原という登りを途中で見つけて、それを頼りに上がってきて、それで登山ルートがあるっていうので、なんとなく上がってきたのはいいですけど、多分夏でものすごい虫が多くて
その頃それにまた慣れなくてもブン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 虫が飛んでるのをもう急いでおりましたけどね、周りの山にも興味がなかったし、今回はいろんな山も登ってきたので、その登った山が見えるのも面白いですし、まさか瀬戸内海がここから見えるとは。宮島の向こうの石槌山まで見えてるみたいですね。いやー面白い面白い。お、もうすぐ起きましたよ。さすがジェットボイル、喋ってるうちにもう起きました。山ではこういうカップヌードルでもどっかにお湯の量が書いてありますんで、その量をぴったり入れれば余ることなく作れます。プラス後からコーヒー飲むんでしたらそのコーヒーの量でもいいですね。しばしお待ちを。はい、じゃあ食事も済ませて、少し雲も出てきたのでもう下山します。帰りはごめんなさい、帰りはあっちの無線電波塔でしたっけ、無線なんとかの方に降りてみましょう。上りはこっちから来ましたけど、帰りはこっちの生山峠っていう方に下りましょう。こっちは普通に整備された綺麗な道ですね。急な階段が続きます。はい、もう中国自然歩道経路まで降りてきました。15分ぐらいのもんですよ。整備された階段を淡々と降りる感じでしたね。あとはもうこれを下って、バイクを止めた生山峠のちょっと先まで帰るだけです。これが向こうの坂押し峠までだったら結構距離がありますからね。生山峠からお地蔵さんコースで上がって、こっちの電波中継なんとかだったかな、後確認しましょうのとこに降りるのが結構楽なコースかもしれませんね。はい、車道まで降りてきました。車道までも5分もかからんぐらいですね。それで、そうそう、無線中継所ですね、羅漢無線中継所から上がる降りるルートで、すぐそこに入れなくはなってるけども、ここに車もしくはバイクだったら奥に入れそう。それとさっきの中国歩道、あそこまで車は行けるみたいです。1台2台ぐらいじゃったら止めさせてもらってもいいかもしれませんね。あとはこの車道を通って帰りましょう。そんなに遠くないはずです。今日はちょうど山頂がすごい晴れて、遠くの景色も見れてすごく良かったですね。この最近吉羽の山は展望がない山ばかりで、しかも曇りの日がすごく多かったので、今日みたいなスカッと晴れて遠くの展望がいい山は久々になんかすっきりした気がします。今なんかまた曇りましたけどね、もう下山なので別に大丈夫。それからその無線中継所まではずっと開けた階段の整備された道、
あまり面白みはないですけどね。下るにはちょっと早足でタタタッと降りるんで、そう、15分ぐらいで下れるのはすごく近いですね。登るにはやっぱり面白みがあるのは、お地蔵さんコースはそんなに迷うほどでもなく、ちょっと登山に慣れた人だったら面白いコースじゃないですかね。すぐ目の前に車が止めれそうですし、お地蔵さんを目印に上がったら大丈夫だと思います。お地蔵さんは下の方に数体と、あと迷いそうでもないけど、ところどころピンクリボンもつけてあったんで、そんな山っこを開いて確認するほどのことでもなく、あ、一つ整備された林道が出てきたときは、あちらの方に行ったらちょっと遠回りになったぐらいかな。でもそこからまた急登が続いて、笹やぶは坂押し峠から行っても、お地蔵さんコースから行っても、笹やぶは免れないみたいですね。無線中継所の方はもう全く何の障害物もなく、淡々と登るもしくは降りるコースで、コース自体はそんなに面白みはないですけど、まあ、一番楽なルートかもしれません。そんな感じですかね。多分もうすぐでしょう。この車道が中国自然歩道になるみたいですね。堂々と広島県って書いてあるけれども、ここはもう山口県境からこっちは山口だと思うんですけどね。広島県は強引だな。羅漢山の山頂は一応山口県になるらしいですけど、一応雨量計測所、観測所でしたっけ、あそこが廿日市になるのかな。それで廿日市に十名山のうちに入ってるんでしょうけど、本来、向こうの岩国の方から登るのが定番のコースなんでしょうけど、廿日市に十名山と歌われているので、今回は廿日市、道の駅の、スパラカンのちょっと上から入ってくるルートで入ってきて、多くの人は坂押し峠から往復したり、またこの無線中継所から歩いてこの車道を帰ってたりするのを見ましたけど、この車道で、坂押し峠まで歩くのはちょっと遠いですよ。あ、もう初めの登山口、私の愛車が見えてまいりました。もうすぐですね。このコースも、廿日市二十名山をチャレンジしている人はなかなかおすすめのコースですよ。ほら、あそこに見えるのが、そう、30分ぐらい、下山してから30分ぐらい、車道を歩く時間と下山する時間が一緒ぐらいですね。はいはい、伊東市のエリミさんが
待ってましたよ。待ってくれてました。出発の時に言うのを忘れましたね。今日もエリミさんは美しい。はい、じゃあ今日も、はい、じゃあ今日も無事下山してきました。エリミさんもおとなしく待ってたみたいです。ではまた。今ちょっと戻って羅漢の里っていう別荘地になるんですけども、ここからも誰か登山道があった感じで、 Google マップで見る感じは見つけられなかったんですけど、ここから入っていけそうなルートがありますね。この電柱の横ですが、ずっと笹やぶの中かな、ちょっと道がついてるのかな、ちょっとだけ行ってみましょうか。一応なんとなく踏み跡はついてますよ。あ、下はちょっと粘土質で歩きにくい感じですね。あ、ですがちょっと歩けそう、うん、こっからも多分行けるんじゃないんかな。あ、こっち側かな。お、確かじゃないけど、ちょっと道っぽいものは確認しました。ルートは分かりません。羅漢の里の目の前からももしかしたら誰かがここに下山した奇跡があったと思うんですけどね。